俺が神に。そうだ。この地域の平和を守るんだ。ここの村人たちのために食料を与えてやることにしよう。いろいろ思うことはあるけど、植林してやることにするか。でももしここから開門がいなくなってしまったら、この村は一体誰が守るんですかね。やはりここの村人は開門に頼ってしまうようだな。そろそろこいつが目障りになってきた。逃げろー。そんな、この野郎。この先が気になる人はチャンネル登録、高評価よろしくな。してくれない人のところには俺がゴーデンを派遣するかも。登録者の目標は600人、高評価の目標は3000件だ。ついに突き止めたぞ。ここで奴らは取引を行っている。ここなら村全体も見渡せる。あとは奴らが現れるのを待つだけ。標的はクリーパーに変装しているはずだ。ここで確実に仕留めねば。見つけた。標的だ。奴らは大量破壊兵器の取引をここでするはずだ。早く撃ってやりたいけど、確実な証拠をつかむまでは撃てない。そう、早く取引をしてくれ。さもないと俺の位置がバレてしまう。畜生。取引の相手がまだ現れない。っていうかなんで俺白衣できてるんだ。こんなんバレバレじゃないか。迷彩服着てくるんだった。それもこれも開門が出発の時間ギリギリで。博士お願い、この問題教えて。どんな問題なんだ？ボルステンホルム素数は 16,843。無理じゃけークイズノック見出してなんか難しい話にはまり出したんだよな。でも時間ギリギリで数学の未解決問題聞いてくるのはさすがにうざかった。あいつマジで本当はて、あれ？ここはどこだ？俺は、どうなったんだ？なんだここは、誰だお前らは。私にお前とはなかなかいい度胸だ。私はこの世の神だ。この世の神？余白みたいなこと？漢字が違う。お前たちの世界では様がつく神だ。あ、そういう系ね。宗教勧誘はお断りしちゃうわ。神自ら勧誘する宗教なんかあるか。じゃあ一体何なんだ。だから神様なんだってば。マジ？ってことは俺、死んじゃったってこと？残念ながらそういうことになる。まあなんだ、あんまり落ち込むな。そういうこと結構あるから。神様に言われたらなんか説得力あるなぁ。さっきまで宗教勧誘だと思ってたのに切り替えが早いな。頭はいい方なんで。そのようだな。ここから全て見させてもらっていたよ。さすがにトイレとかは見てないですよね。お前一体私をなんだと思ってるんだ。ここからお前が人々のために尽くしていた姿を見ていたということだ。なんだそういうことか。だからそんなお前にはあの地域を守る神をやってもらいたい。お前には特別に私と同じ力を持たせてやった。俺が神に。そうだ。この地域の平和を守るんだ。村人が困っていたら助けてやってくれ。それがお前の仕事だ。早速困っている者がいるようだぞ。あれは開門じゃないか。はぁ、博士が死んじゃってもう何日経っただろう。あの博士が後ろから殴られて死ぬだなんて、油断なんかするから。ってことで僕は今、博士が救おうとしていた村に住んでいるよ。博士の代わりに僕がこの村を守るんだ。そうか。あいつが俺の思いを。でもこの村全然食料がなくて、僕が来た途端全く食べ物がなくなっちゃったんだよね。こいつこの村住まない方がいいんじゃないか？食料がないとみんな飢えてしまう。一体どうすれば。お前がこの村から出れば万事解決なんだろうけどな。俺これなんとかした方がいいのかな。確かにこの村には強い奴が必要だからな。こいつのために食料をこの村に与えるか。いや、さすがにやりすぎな気もするけどな。こういう時どうすればいいんすか？もしかして私に聞いてる？はい。新人バイトか。一応もう一回言っとくけど私神だからね。で、別にお前が好きなようにすればいい。この村に食料が必要だと思うんなら、少々無理やりでも食料を与えてやればいい。じゃあそうすることにします。開門さん、もう私たちは持たないです。どうか食料を分けてください。絶対に嫌。やはり全部こいつのせいじゃないか。やむを得ん。ここの村人たちのために食料を与えてやることにしよう。お願い神様、僕たちに食料を。なんか尺だなぁ。とりあえず豚とか牛とかスポーンさせればいいか。あとはこいつらでなんとかするだろう。あと羊も食料になるか。この辺にとりあえず豚を生やしてって言い方おかしいか。なんて言ったらいいんだ。スポーンだな。そうスポーン。それが言いたかった。よし、これで開門の反応を見てみよう。なんだ、急にいっぱい動物が、これでみんなたくさんご飯を食べられる。早くたくさん食料を取って、みんなに分けてあげないと。こいつが鼻から独り占めしなければ、こんなことにはならなかったはずなんだが。一匹買っても全然まだまだ大丈夫だ。開門さん、
すごいじゃないですか。この量の食料があれば、村のみんなが腹いっぱい食える。カイモンさんが連れてきてくださったんですか。当たり前じゃん。この野郎、なんと罰当たりなやつだ。本当にカイモンさんに来てもらってよかったです。カイモンさんがいなければ私たちは今頃。いいのいいの。なんでだろう。神の力がこいつの手柄になっていく。神様になっても腹立つことがあるんだな。実はまた別の相談があるのですが。何でも言ってよ。実は村では木材も不足してまして、ツール類が全く作れない状態なんです。てか何このスコールみたいな雨。あ、やべ。イライラしてたら急に雨が降ってきた。え、変に降ってきましたね。それはさておきカイモンさん。どうか木材も集めていただけないでしょうか。お安い御用だよ。お、めっちゃいい返事だ。ありがとうございます。ありがとうございます。えへー、言って言って。そういうからには何か作戦があるんだろうか。多分神様が何とかしてくれるよ。神頼みかい。しかも俺の仕事になったんだよ。結局俺がするのかよ。っていうか、あいつ俺が何かしてるって気づいているのか。俺が何とかしていることを知ってないと、さっきみたいな返事はできないはずなんだがな。まあいいや、とりあえず用意したし、植林してやることにするか。俺はカイモンを助けてるんじゃなくて、村人を助けてるんだ。こうすることで村人が助かるんだ。どんぐらいすればいいんだろう。何本でも生やせるから、どのくらい生やせばいいのかわからない。まあ見た感じこの地域、全然木が生えてないみたいだし、ちょっと多めにやってもいいんじゃないか。そうっすよね、うん。まあこのくらいでいいかな。ちょっとあいつらの反応を見てみよう。な、なんか急に木の苗が生えてきたぞ。僕まだ何にもしていないのに。か、カイモンさん。ほえ？村の至るところに木が生えてきています。ほ、ほんとだ。カイモンさんが生やしてくれたんですか？もちろんさ。この人は神様だ。全部俺がやってるんだけどな。ありがたや、ありがたや。まあこれで村人が喜んでるならいいか。これで好きなだけツールが作れますよ。作業台もこの村なかったもんね。でもそもそもどうやって家を建てたの？みんなで頑張りました。そうなんだ。とりあえず作業台は用意したし、木の棒も作っておいたし。そこまでしていただいたんですか。えへえ、僕優しいからね。神様になるってこんな感じなのか。なんかもどかしいなぁ。本当は俺が感謝されるべきはずなのに。それからしばらく村のために色々してやったが、なんか甘やかしすぎている気もする。本当にこのままでいいんだろうか。なぜかわからないけど村の問題が全部解決したし、木もそこら中に生えてきて、ツールも作りたい放題。鉄が足りない時には鉄も地面にたくさん埋まってる。食料で困ることはなくなったし、だんだんいい村になってきたなぁ。みんな僕のことは神様だと思ってるし、自分の才能が恐ろしいよ。でも、本当に全部たまたまなんだよね。お、なんかに気づいたか？神様って本当にいるのかもしれないね。あと一息。まあでもこれも僕の日頃の行いがいいから。どうしてそうなる？ほんと僕、育ちが良くてよかったよ。育てたのは俺だからそれはギリ許す。でもそろそろこいつらにも試練が必要かもしれない。それについては私も賛成だ。このままではこいつらにもしものことがあれば、そのまま全滅してしまう。こいつらは今生かされている。自分でどうやって生きるかを忘れかけている。一度生き方を思い出させるためにも、何か試練を与えてやるべきだと思う。そうっすよね。どんな試練が一番ちょうどいいかな。村に火を放つというのはどうだ？あ、そういう系なんですね。てっきり食料を全部なくすとかかと。いやーそれはさすがにちょっと。村に火を放つのも大概ひどいですけどね。まあ、まだでも簡単に対応できそうじゃん。近くに水場もあるし、最悪全焼しても木もたくさんあるから、建て直すのも簡単だろうし。でもう火打ち石持ってんじゃん。やる気満々じゃん。いやまあちょっとストレスもあるんで。ストレス抱えて火を放つのはさすがにやばいと思う。まあ僕神ですし、ちゃんと試練を与えるという意図で火を放て。わかりました。これでも食らいやがれ。私が言ってたことの意味わかってる？モロチンです。もちろんって言ってくれる？間違えてもお前のストレス発散でこんなことをしてはいけないぞ。見境がなくなってしまうからな。わかってます。カイモンさん大変です。村で火事が起きてます。見えてるよ。なんでこんなことになったの？まあいいや、とりあえず僕が消火しておくから、みんなで安全なところに逃げてね。わかりました。結構いろんなところに火がついちゃってるね。誰かが放火でもしちゃったんだろうか。結局カイモンが消すのか。お前以外の村人にももうちょっと頑張ってほしいんだが。まあでもこの村でこいつもはや神だもんな。こいつ以外に誰もこんなことしないか。火は順調に消せていっているみたいだな。この村の安全は僕が守らないと。カイモンはめちゃくちゃ成長しているけど、
周りの村人は買い物に頼りすぎて、どんどん衰退していっているような気もするなぁ。これはちょっとこの状況を作った俺の責任かもしれん。まあそれはある程度仕方がないがな。人というのは本来弱いものなんだ。楽な方法を見つけたらその方法しかしなくなる。カエモンという救世主がこの村に現れたことで、救世主にすがるしかできない村人だけになってしまう。これは自然なことなんだ。でももしここからカエモンがいなくなってしまったら、この村は一体誰が守るんですかね？それは私たちの知ったことではない。村の窮地が来れば助けるのはお前だ。でも村人には自分で自分を守る力をつけてほしい。多分こんな火事は簡単すぎたんだろう。もっと難しい課題を出してやらねば。これで大体消し終わったかな。家はボロボロになっちゃったけど、まあまた頑張ればいいか。でも一体なんでこんなことになっちゃったんだろう。明らかに誰かが火を放ったとしか。カエモンさーん。今度は何？もうこの村終わりかもしれません。落ち着いて、何があったのか説明して。水バケツを持ってこっちに来てください。今度はどこからかマグマが。なんでこうなったの？誰にもわかりません。もうダメだ、おしまいだ。落ち着いて、僕が全部消化するから。まあこれは水流しとけなんとかなりそうか。それにしてもなんでマグマが出てきたんだろう？そんなことは後から考えよう。もうちょっとで全部消化できそうだね。これが終わったら一回周囲を探索しないと。もしこれが都市伝説の仕業とかだったらどうしよう。僕じゃ対処できないかもしれない。ここを消したらもう終わりかな。よしよし、あっちにもマグマが。どうしてこんなことに。これで全部消し終わったね。でもなんでこんなことになっちゃったんだ。原因を探らないと。やっぱりカエモンに全部頼られてしまうなぁ。さすがに連続でいろいろ起こしていたらカエモンに何か感づかれた。今日はこのくらいにしておいてやるか。おはよう。今日は昨日の火事の原因を探っていくよ。と言っても何にもないなぁ。って、あれ？何もないはずなのになぜか通れない。これは、バリアブロック。ということは、誰かがクリエでこの辺りを操作している。でも一体誰が。しまった。バリアブロックがバレてしまった。これはさすがにバレてしまうか？やっぱりこの辺に都市伝説がうろついてるのかも。みんなに気をつけるように伝えないと。誰かの存在には気づいたようだが、まさか俺だとは思ってないみたいだな。村人さんたち。ちょっとこの辺にヤバい奴がうろついてるかも。だから気をつけて生活するようにしてね。もし何かおかしい人を見つけたら一目散に僕に教えてね。そのヤバい奴とは。まだ僕にもわかってないけど、ものすごく強い奴がこの辺をうろついているかも。そんなのどうすれば。わかんないけど、僕が何とかしてみせるよ。頼りにしています。やはりここの村人はカエモンに頼ってしまうようだな。そろそろこいつが目障りになってきた。何をする気だ。お前の好き勝手に村に危害を与えるのは許せんぞ。いや、そんなつもりはありませんよ。でもこいつがいるとこの村はダメだ。あいつを消さないと。ここ最近敵の襲撃が増えてきた。村の修復がしたいのに一向に進まない。カエモンさん、どうしたの。ゴーレムがやられちゃいました。何があったの？そう簡単にゴーレムがやられるわけないじゃん。なんか急に空が黒く。そんな、この野郎。うわ、生きてる、オーデンいるー。でも攻撃してこない。こんにちは、言語通じるんだろうか。すまなかったな。喋った。俺はこの地域の神からこの地を攻撃しろと、命令されてきた神の側近だ。ここを攻撃。そうだ、そしてお前を排除しろと。僕を。そうだ、この前のマグマも火事も全部その神がやった。ここにいろいろなモンスターを送り込んだのも神だ。なんてこった、じゃああなたは僕を。そう思っていたんだがな、心が変わった。え？こんなことは間違っている。あいつはもう神にふさわしくない。あいつを神の座から引きずり下ろす。一緒に来てくれるか。もちろんだけど、なんで僕？その理由は神の元に行けばわかる。うわ、テレポした、サム。ここが神の城だ。中へ入るぞ。僕今から神様と会うってこと。これ本当に現実なのかな。でも複雑だな。神様一度は見たかったけど、僕を殺そうとした神様と顔を合わせるなんて。って、あれは。博士。生きてたの。生きてはなかったがな。一度死んでここに連れてこられた。どういうこと。この世界の神が俺の魂を俺たちがいた地域の神に抜擢したんだ。ってことは博士が神だったってこと。その通り。ってことは僕を殺そうとしたのも博士ってこと。その通り。どうして。お前がいるとあの村は自分たちで何もしようとしない。全部お前に頼ってしまう。だからあの村にお前はいるべきではなかった。そのまま立ち去ってくれればよかったが、村人たちは食料や木を全部調達してくるお前のことを神と崇め、それに気分を良くしたお前は決して去ろうとはしなかった。だからああするしかなかった。そ
そんな。だがもうそれも気が変わった。ボーデンの気を変えたのも俺だ。もうこんなことは必要ない。どうするの？俺は人間に戻ろうと思う。俺が神なんて間違ってるんだ。すまなかったな、カエモン。もう僕を殺そうとしない。もちろんだ。というわけで博士が帰ってきたよ。いろいろすまなかったな。まあまだ全部を許したわけじゃないけど、博士は親友だから、これから失ったものすべてを二人で取り戻して生きてくよ。みんなまたよろしくな。